こんにちは。今ですね、福岡に引っ越してきて約1ヶ月ほど経ちました。徐々にインテリアも揃ってきたんですが、まだソファーが届いていないのでお部屋は完成できておらずなんですが、今回は私が本当にこだわって選んでよかったなと思ったインテリアと、たくさん質問いただいておりましたクローゼット収納もある程度整ってきたので、そちらもご紹介したいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。ではまず最初にこちら、ハニカムシェードブラインドをご紹介します。チューイッシュデコアっていうところで、窓に合わせてオーダーメイドで注文しました。イギリス発のブランドっていうことで、かなりスタイリッシュで高級感があります。本当は欲しかったのはバーチカルブラインドだったんだけど、ここはね賃貸なので、問い合わせしたところ、バーチカルブラインドは専用レールをつけるから壁に穴を開けないといけなかったので、まあ、それができないということで、カーテンレールにもつけられるおしゃれなアイテムをご紹介いただきまして、こちらに決めました。カーテンレールに取り付けられるのは他にもロールカーテンだったりとかブラインドだったりとかいろいろあったんだけど、私はこちらに決めました。ハニカムシェードブラインドって何って思う方もいらっしゃると思うんだけど、ハニカムシェードブラインドは断面部分がこのように蜂の巣のような構造になっていて、この内部の空気の層が外気の侵入だったり室内の空気の流出をブロックしてくれます。なので冬は外の冷たい空気を入れにくくしてくれたりとか、夏はクーラーで冷えた中の空気を外に逃げにくくしてくれるっていう省エネ効果もあります。そして防音効果もあるみたいなので、外の車の音だったりとかが気になる方にもおすすめですね。ハニカムシェードって言っても種類がいっぱいあって、今回私はツインタイプのものを選びました。でツインタイプが今この2層になってるのがわかると思うんだけど、開けるのはね普通にブラインドと一緒でこのように開けることができます。そしてこのツインハニカムっていうのがこのようにじゃじゃーん、実はねこれ最高の布と遮光の布が合わさったものになってます。なので遮光の方を上にすればしっかりと光を遮断してくれるし、最高の方にすると光もしっかり入れられるっていうのがポイント。こちらもね最高の方にしてみようかな。そうするとね全然明るさが違うんだよね。全く違う、ちょっと逆光になってしまうので今全部上げてたんですけど、こんな感じでかなりお部屋は明るくなります。最高の方にするとしっかり光は通すけど透けてるわけではないから、外から中が見えにくくするっていうメリットが私には大きかったのでこちらを選びました。でツインで、まあ、この最高の部分がシアになってるものとかもあるので、本当にいろんな種類があって、もう柄もいっぱいあったし、カラーもいっぱいあったし、私が選んだカラーはシンプルホワイトっていうカラーで、アイボリーにするかでね、すごく迷ったの。で、サンプルを送っていただきました。こういう生地ですよっていうのをね、サンプルを送っていただいて、これがアイボリーでした。私はアイボリーだと少し黄色っぽくなっちゃうかなと思って、ホワイトに決めました。実際ね、つけてみて、ホワイトで本当に良かった。本当はね大きい窓も1枚にしたかったんだけど、1枚だと耐久性という部分で不安なのでっていうことで、まあ、2枚にすることをご提案いただいて2枚にしたんだけど、確かに素材が和紙みたいな感じで厚手にできてるから2枚にして良かったなと思った。で2枚にした方が使いやすいね、使いやすい。イメージの中ではバーチカルブラインドが良かったし、もうどうしようってすごく悩んだけど、これにして本当に良かった。取り付けも、これ私一人でやったんだけど、重さもあるから、男性の方が手伝ってくれたらすごく楽だろうなとは思った。でも私でも全然つけられるぐらいの手軽さ。賃貸でもつけられるので、かなりおすすめとなっております。これを設置した部分は、リビングと、あと小さい窓がこちらもハニカムシェードにしました。こういう感じで、まあ、自分の好きな高さに合わせることもできるし、本当に自由自在に光の調整ができます。
この幅もオーダーメイドでしたので、ぴったりでめちゃくちゃ嬉しい。私ね、ホワイトにするときに少しオフィス感出ちゃうかなって思ったけど、そうでもない。しっかりと雰囲気出してくれる。あと私の部屋もこちらのハニカムシェードにしました。私の部屋はストレートブルーというカラーで、少し冒険してみたいなっていうところでこれを選びました。窓が横長だったので、ギリギリ2枚にしなくてもいいかなっていう感じの大きさでした。で、1本にしたんだけど、まあ、2枚の方が耐久性的には安心かなっていう大きさです。自分の部屋はクローゼットだけ仕上げて、何も仕上げておりません。なので、まあ、ぼちぼち揃えていこうかなっていう感じなんだけど、今一番欲しいのはベッド。私専用のシングルベッドが欲しいっていうぐらいで、今そこが悩んでいるところです。ちなみに今日のトップスはヘリンドットサイのトップスを着ています。こんな感じです。はい、続いて私の部屋に移動してきました。こちらがクローゼットです。こんな感じのクローゼットでございまして、詳細をお見せしますね。中はこんな感じです。入り口は狭いけど奥まで深いっていう感じのクローゼットで、この下の方の透明のケースは無印で全部揃えました。よく見ると大きさも違って、これは自分で選んでカスタムして重ねて置いてます。これは実はね、2列になってて、奥の方にももう一つあります。で、この4段の棚も無印ですね。で、これがキャスター付きのタイプの棚です。上の方に布の収納ケースがあります。まあ、夏用の服が入ってますね。これも無印にしたかったんだけど、上の方にあげるのはちょっと箱系は危険かなと思って布にしました。しっかりと何が入ってるかを書いてますね。で、ここによく履くデニムをかけてます。ただね、もう全然収まってなくて、よく履くデニムだけここに置いてます。はい、で、こんな感じでよく着用するものをこのクローゼットに置いてます。で、今ここにはショート丈のアウターしか置いてないんだけど、ロング丈のアウターだったり、あまり最近着てないなっていうお洋服は向こうのクローゼットの方にも置いてます。こちらも後でご紹介したいと思います。ハンガーもね、揃えようと思ったんだけど、よくクリーニングに出すので、そのままもうかけちゃってます。今回やっぱり引っ越しですごくね、大変だったんだよね、まとめるのが。この無印の棚であれば、このまま段ボールに詰めればいいし、こんな感じで一個一個になってるから、新しいお家でもクローゼットに合わせてカスタムできるなと思ってこちらを選びました。なので、もうおしゃれさっていうよりも使いやすさと、まあ、今後のことを考えて無印で今回はいろいろ揃えてみました。こちらの大きい方の棚には、まあ、スウェットだったりとか厚手のトップスとかがしまってあって、こっちにはもうインナー、こちらの方にはハンカチだったりとか靴下、ヒートテックとかが入ってます。はい、それではもう一つのクローゼットもご紹介しようと思います。はい、もう一つの収納がこちらです。こちらも入り口が狭くて奥が深いっていう感じのクローゼットなんだけど、ここにはね、ロング丈のアウターが収納してあります。この上の方、ここの上の方に靴がいっぱいあるんですけど、これが実は奥の方に3列ぐらいあるんですね、まだ。しかも入ってるので、あまり履けてない靴だったりとか、まあ、そんなにあまり出番の少ない靴が収納してありますね。下の方はこのストレージボックスを置いて収納してるんだけど、また奥の方にね、2列ぐらいあります。こちらが玄関の方に置ききれなかった靴が置いてあります。玄関の方にもいっぱい靴があって、ここにも靴があってで、反対の方にブーツだったりサンダルだったりが収納してます。はい、という感じで、靴がね、多すぎて若干夫も引いてたんですけど、またこの空間がもったいないなと思ってるので、このクローゼットに関しては未完成ではあるんですが、今のところこんな感じです。はい、今回は私がこだわって選んだインテリアアイテムをご紹介させていただきました。ハニカムシェードブラインドに関しては、まあ、部屋の印象を一番変えるものだし、部屋でも一番目立つものになると思うので、こだわってよかったなってめちゃくちゃ思いました。で、クローゼットの方はもう使いやすさ重視。このハニカムシェードも準備できたし、あとね、ソファーを迎えるのを楽しみにしております。まあ、3月これからね、新生活が始まる方もいると思うので、そういった方の参考になると嬉しいです。
では本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。